最強の身体能力を持つ人間が本気でテニスをしたらどうなるのか。モンフィスはそんなテニスファンの夢を体現したプレイヤーです。どんなボールにも追いつくコートカバーリング、鍛え抜かれた体から放たれる高速フォアハンド、高く上がったボールをスマッシュするジャンプ力、またモンフィスはトリックショットでファンたちを沸かせるショーマンでもあり、ツアー屈指の人気を誇ります。彼がきっかけでテニスを見始めた人も多いのではないでしょうか。ということで今回はモンフィスのスーパープレーを振り返ってみようと思っています。ぜひ最後までご覧になってみてください。ポイントを通してチリッチは2回スマッシュを打ちました。普通だったら絶体絶命の状況ですが、モンフィスは2回とも返球し無理やりポイントをもぎ取ります。これは彼のキャリアにおいてベストポイントの一つです。スペクタキュラー。モンフィスの跳躍力はとんでもなく、こんな派手なダンクスマッシュも簡単にこなしてしまいます。360度回転してスマッシュを打つだけでもすごいのに、モンフィスは一度足の間にボールを通してから打ってみせました。残念ながら最後はサイドアウトし、ポイントはハースに入ることになりましたが、間違いなくこれはモンフィスにしかできないゲイトーです。普通の選手であればこれほど追い込まれた状態ならロブを選択するはずです。しかしモンフィスは加速の伸びがすごいので、そらしたと思ったボールにも追いつき、ウィナーできるツアー最強のスピードを持っています。モンフィスならではのハイライトです。バジリモコテ、波の身体能力ではスマッシュをキャンセルした後にもう一度ボールを追いかけるなんてゲートはできないはずです。しかしモンフィスはちゃんと返球しポイントにつなげました。これにはファンたちも大興奮です。モンフィスはボディに来たボールを股抜きで処理しました。ジョコビッチのサーブ&ボレーも完璧でしたが、予想外のアイデアを実現するモンフィスのテクニックはとんでもないものです。本来モンフィスは両手バックですが、状況によっては届かないリーチを補うために片手バックも使えます。クロスを予想していたキリオスの真逆をついているのも見事です。トリッキーなショットだけでなく、モンフィスは王道のプレーで見せることも可能です。特に彼のフォアハンドの威力は抜群で、フェデラーに見せたこのフォアハンドは時速186キロと下手なファーストサーブよりも速いです。同じくモンフィスのエアショットですが、浅くなったナダルのボールを逃さずド派手にダウンザラインへ叩き込んでいます。ちなみにこの試合はモンフィスが勝利しています。
ボールをノーバウンドでスイングする技術をドライブボレーと言います。しかしモンフィスのようにジャンプしながらドライブボレーできる選手はツアーでもそう多くありません。強固な守備が自慢のジョコビッチもこれは眺めることしかできませんでした。モンフィスはタッチが柔らかいためドロップの名手でもあります。彼は持っているカードが多いため次の一手が予測しづらい選手です。フェデラーは徐々に打てるエリアを限定しネットへ詰める天才ですが、モンフィス相手だとそれも一苦労です。逆クロスを打ちモンフィスの逆を突くまでは完璧でした。しかしモンフィスはスライドしながらストップし、左足が前に出ている不安定な状況からパッシングを決めました。モンフィスのディフェンス力の高さを象徴するポイントです。本来ロディックのロブはウィナーになっていてもおかしくないクオリティでした。それでもスライドして高速で追いつく姿はまさに異次元で、意表をつかれて甘くなったボレーを逃さずパッシングしています。テニスにおいて自分よりも後ろにあるボールを処理することは難しく、高等技術の一つに入ります。しかしモンフィスは確実に返せる股抜きショットではなく、ネットに背を向けた状態でフォアハンドを打ちパッシングしてみせました。途中まで相手が見えていないにもかかわらずオープンスペースへ打ち込んだのもさすがです。ということで今回は以上になります。モンフィスは個人的にも大好きな選手で、初期モンフィスの動画を見るのが大好きでした。コロナ明けのスランプですとかいくつかの怪我の影響でランキングがガクッと落ちた時期もありましたが、また徐々にランキングを上げてきているので、これからも応援していこうと思っています。ぜひショート動画のチェック X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。